学生の頃から舞台芸術の勉強をしていて、いずれ舞台芸術とか文化芸術ですねに関わる仕事をしたいなと思っていたんですけれども、多くの人と関われることが魅力的だなと思ってこの仕事を選びました。普段は事業の企画運営を主に担当しています。やはり自分の企画した事業、準備の時間は大変だったりもするんですけれども、終演後帰ってかれるお客様の顔を見た時にホッとすること、やりがいを感じて楽しいなと思うことが多いです。働いている方もこの地域の方が多いので、周辺の地域の話などして本当にアットホームな雰囲気で、はい、和気あいあいとしてます。昭和文化小劇場では小学校3年生から高校生の子たちまで一緒にミュージカルやってるんですけれども、その子どもたちと、たわいもない話から真面目な話もしつつ、何かこう年の離れた友達ができたような、あと前の施設では平均年齢60歳を超えているようなシニア吹奏楽団の皆様と一緒に仕事をしていたので、本当に幅広い年齢の方と、芸術文化を通してこう一つの仲間として仕事をやれているっていう部分は、なんか事業団ならではなのかなと思います。はい、普段はこういう劇場に裏方として働いておりまして、劇場で催し物をする際、その催し物で使う舞台備品の当日の準備、それから普段の管理メンテナンスを中心に行っております。一番僕がなんかこの仕事しててよかったなって思うのは、やっぱり舞台上で喋ったり演奏してる人が感動してくれること、例えば何年も舞台に立てなかった人が久しぶりに劇場に来て、で自分の表現をして、それですごい嬉しいとか感動したっていう、そういうふうに思ってくれる時が一番嬉しいですね。今は事業部というところに所属しておりまして、振り分けられた担当の公演に向けてチケットの準備や広報など行っております。コロナになったすぐぐらいの出来事なんですけれども、その日本舞踊の公演をやりたいという方がいらっしゃいまして、世の中の情勢的にその公演をやることは控えさせていただきますっていうことが多くある中で、イベント企画をスタートさせて、なかなか練習とかもみんなが集まれない時も多くあったんですけれども、それでもみんなでどうにか一体となって本番までどうにかこぎつけたことがありまして、その時に先生から、出演者も裏方のスタッフも、劇場もみんなで一体となってその大きな公演を作り上げることができたから、すごくありがとうというか感謝していますというか、この公演に来てくださった方もありがとうっていうふうなことを言ってくださったので、その時はすごくやってよかったなというふうに思いました。文化芸術というものを、例えば、映画見に行こうかな、今日公園で遊ぼうかな、今日舞台何やってるかな、昭和文化小劇場、他の区は何がやってるかなといったような、生活の中の選択の一部になるような存在になるといいなと思っています。事業団は名古屋の文化芸術を守って支えていくっていう理念があるんですけども、なかなか利益が出ないような公園だと普通の会社だとちょっとやりにくいところがあるんですけれども、事業団だとそういった利益の出ないことよりも、やりたいことを追求できるっていう点があるので、自分もここで働いていく意義かなというふうに思います。この仕事に携わることで、いろんな人たちの仕事が集まって一つの舞台を作る、一つの芸術を作る、それがとっても仕事としてなんか綺麗だなというか、いろんな人たちが陰で働いて、それがお客さんにとっても私たちにとっても、忘れられない瞬間になる、そういうことができる職場だと思ってます。